こんにちは。吉谷さん。プラ版ね、ちょっと見てみたんですけども、サムネイルだけしか見てませんけども、いや、なんか、やっぱすごいっすね。やっぱ違いますね。まあ今、こういったプラモデルにも、徹底的なこだわりとコストと時間がかけれるようになって、そのかけた時間が YouTube によって回収できるんですよね。まあだからあの、自分の得意分野とか、興味の強い分野をもっともっと伸ばすことができる、そんな時代じゃないかなと思うんですよ。 でプラモデルね今でもねよく売れてて転売とかかかってるみたいですよで昔の懐かしいプラモとかもなんか流通していてたまたま作らずに倉庫に入れていたなんか押し入れにずっと突っ込んでいたのが今ね日の目を見たりとかあと地方で駄菓子屋とかが潰れる時にいまだにこんな超合金あったのブリキの持っちゃあったのみたいなのが逆に高値をつけたりとかしてね価値っていうのはねいろいろ変わるもんですよね 私自身幼い頃に遊んだおもちゃが懐かしくて検索して見つかると買ったりね。あと、昔のほら、変形する筆箱とかね、小学校の時に憧れたやつ。あれがやっぱり中古で出てるんですよ、いっぱい。だからそれを手にしてみて、昔できなかったね、この操作をしてみたりとかね。あと、レトロゲームとかも、ほんとしょうもないゲームなんですけども、今手に取ってみたら、 なんか懐かしくってこうね手放したくなくなっちゃったりとかしてでそういったゲームウォッチじゃないですけどもポケットメイトみたいなねあの本当にちっちゃい当時憧れの、うん、ゲームとかっていうのが私は非常にあの手に入れたくって集めてるところもありますねだからそのリアルタイムで最新のものっていうのは誰でも逆に手に入るんであのタイムラグをつけたものに価値が出るっていうところもあるかなと。で私の今乗っているセルシオも 実はね、気象歌手を持ってきたりとか、セドリックとかね、それから71とか81のマーク2みたいな、あの時代のやつ、1970年代とか80年代の、まあ、いわゆる一般カーとか、ハイソカーと言われてるやつとか、あとスーパーチャージャー付きとかね、うん、ミッドシップとか、それからセリカダブル x とかね、スープラとか、これかなりね、あの、高値をつけてるんですよね。信じられないくらいですよ。一時期二足三門でもうね、廃車が全盛期だった頃通り過ぎると、 弾がなくなるんで、なんか50代ぐらいに入った人が懐かしくて買うみたいなところあるみたいですよね。あとは暴走族時代を過ごしてきた。今の50代が川崎の z2 とかね。ゼファーとかを懐かしがって買うんだけども、それがまたね。高値をつけてるんですよね。もう200万300万で出てたりとか状態がいいと5600万するみたいな。本当家が買えるようなね。バイクとかがあるわけですよ。しかもボロいボロいわけなんですよね。レストアがちゃんとされてるにしても。 だからね、時間が経って、懐かしさが金になるっていうところもあるんでしょうね。うん、いや、私といえばね、最近あの、こうやってね、あの、全稼働フィギュアがすごく面白くっていじったりしてます。これ、つま先まで動くんですけども。これはね、丈太郎くんですね。それからやっぱりこう、女の子のフィギュアもあるんですよね。前もお見せしたかもしれませんけども。これちょっとカンフーの型を取ってるんですけども、この稼働するんですよ。これちっちゃいのに。 でこれとこれが大体同じ投射比ってやつですか同じ倍率ぐらいでできてるんでなんかこれでねアクションシーンを撮ったりとかするのも面白いということでこうバシーンと蹴りとかが入るんですよこれで女の子の蹴りとかあちょっとねこれエッチなところが出てきましたけども、ね、こうやってパンチをバーンと出してみたりとかねなんかその自分なりのジオラマをこう作ったりとかしてか子供っぽいんですけどいささか <laughs> でもこういったものがねあの昔は手に入りませんでしたけども今はこれで手軽に手に入ることによってまあいろんなあの理想が叶うんじゃないかなと思いますね、うん、だからその今みたいなフィギュアを使ってストップモーションだけでこうストーリー作ってみるねそんなのも面白いかもしれませんね、うん、ジオラマのねなんか背景っていうのも売ってるんですよ今みたいなフィギュアを だからバックの背景が例えば戦闘シーンとかビルの谷間だったりとか教室だったりとかねなかなかねだからここにもね描けようと思ったらいくらでもコストがかけれてフィギュアを求めてる人にはもういろんなフィギュアがあったりとかオーダーメイドがあったりとか1分の1フィギュアがあったりとかねそれからジオラマの背景とかもオーダーメイドしてくれたりとか、うん、すごいですね。だからガンダムも昔はその 自分で色を塗らないといけなかったんですけど、最近のプランもうもう色を塗ってある状態で出していたりとかね、ニーズにマッチしたものがいっぱい出てきますね。言ってください。